ローウォーズファンの皆様、おはようございます。ヒーローウォーズを初めて遊戯した際は、誰しもが、ヒーローの名前を覚えるのに苦労したと思います。カーク信者も、自分のチーム編成に採用しているヒーローの名前はすぐに覚えましたが、数ヶ月経過しても、記憶に定着しないヒーローが存在しました。これは、その頃に作成した画像になりますが、今見直すと、ちょっとだけ笑ってしまいます。小学生の頃は、算数が得意科目のカーク信者でしたが、大人になってからは、図形や絵で、物事を覚えるようになりました。メモを取る際に、文章で記録するのではなく、図形で覚えた方が認識しやすいからです。そのようなわけで、今回の動画では、ペットのビスケットを解説しますが、音声で解説する代わりに、目で見て理解できるように、画像を用意しました。この画像を見れば、ビスケットのどのスキルが敵に有効なのか、一目瞭然です。ヒーローのスキルは、スキル1番が灰色、スキル2番が緑色といった感じで色分けされているので、紫色を見れば、脊髄反射で、スキル4番だとわかります。じゃあ、せっかくなので、具体例を一つだけ取り上げて説明します。吸血能力を持ったヒーローのドリアンは、近くにいる味方に吸血能力を付与するだけでなく、ヒーラーとして、味方を治癒するスキル1番とスキル2番を持ち合わせています。この画像を見れば、戦闘シーンに連れて行ったビスケットは、ドリアンの、スキル1番とスキル2番を無効化するということがわかります。また、ヒーローのパトロンになっているだけの場合だと、ドリアンのスキル4番を防げないこともわかるはずです。ビスケットを戦闘シーンに連れて行っても、ドリアンのスキル4番を防げないことに変わりはありません。しかしながら、戦闘シーンにおいては、ドリアンの、その他のヒーラー能力を封じることが可能だと、この画像から容易に理解できるはずです。ざわ、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 ざわざわ。どうせ、オートボタンを押して、自動戦闘をするんだから、細かいことを覚えなくても大丈夫。ヒーローウォーズの初心者の場合、ヒーローの名前を覚えるだけでも大変なんですから、こういった細かいことは、後々暗記すれば良いと思います。今から数秒後に、画面全体にこの画像を表示するので、スクリーンキャプチャーを撮りたい方は、動画を一時停止してから、キャプチャーを撮ってください。参考情報として、Windows 系のパソコンだと、キーボードのAltキーを押しながら、プリント、スクリーンキーを押すと、画面キャプチャーを撮ることができます。そして、その画像は、ピクチャーホルダー内の、スクリーンショットに格納されるようになっています。これから先、戦闘シーンにて、ビスケットと遭遇する機会もあると思うので、そういった際にこの画面キャプチャーを見ながら、チーム編成に工夫を加えれば良いと思います。なお、スクリーンキャプチャーを撮られた人は、その画像をギルドで共有するのではなく、この動画のリンクを共有していただけると、カーク信者的に嬉しいです。えへへ、大人の事情ってやつですね。さてさて、この画像以外にも、有益な画像があるので、ちょうど良い機会ですから、それを画面最大で表示します。この画像を見ながら対戦相手のチーム編成を見れば、弱点がすぐわかるようになっています。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、今回のイベント期間中に、アブソルートスターのビスケットを入手予定の人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。